ワットアトビアはカンボジアのアンコール遺跡にある12世紀のヒンドゥー教寺院である。ワットアトビアはシェムリアップの南 7km にあり、トンレサップに続いているシェムリアップ川沿いの道路の西側 500m に位置する。また、直線的になっている宮道のすぐ東にある。周壁に囲まれたこの古代の構造物に隣接して現在の仏教寺院や墓地がある。かつて、 ワットアトビアにはトンレサップからアンコールワットに向かう参拝者が参道沿いの札所として必ず立ち寄ったと言われる。寺院の様式及びそのデバターの独特なスタイルはアンコールワットを建造したオスーリアバルマン2世の統治中に建設されたことを示している。寺院の正面はアンコールワットと同じく西側にある。これにより寺院はアンコールワットと同様。 ビシュヌに捧げられたとものと考えられる。また、もう一つの特徴として、中央指導を囲んで四つの巨像が配置されていることが挙げられ、このように中央指導を囲む四隅に四つの巨像が置かれた寺院は他に見られない。それらの特徴を除いて、ワットアトビアは、同時代のトマノンなどの設計に全体として見る。ラテライトで築かれた周壁の四方に門があり、西側の東門は、 大きくて三部屋を持つ。そこから祈願状に拝殿を備えた左岸の中央指導へと続く。十字型の中央指導の四方は持ち送りアーチとなる。1960年代初頭に寺院はフランス極東学院により修復を受けた。寺院の彫刻はその一部が未完成のままであり、少なくとも西側の副室内の6カ所に予定された。 アンコールワット様式のデバターの浮き彫りは、4つが完成し、そのうち3つが比較的よく保存されている。その3体のデバターには、ハスの冠、首飾り、帯、腕輪、指輪、それに花柄のサンポットなどが示されている。ワットアトビアは、カンボジア語の扉にちなんで、アンコールワットへの扉を意味しているともされ、また非文にある。 長い童貞にも通じるとも言われる。ありがとうございます。